いろは坂は、栃木県日光芝辺から、同市中禅寺湖半間の国道120号の坂道を指す。いろは坂の名称は、初期のいろは坂が48カ所のヘアピンカーブがあった、ことからその名が付けられたとされる。初期のいろは坂から改良された、現在のいろは坂は、下言滝がある、下言渓谷を挟むように、北側に山下り専用の第一ろは坂と、 南側に山登り専用の第二色は坂に分けられ、この二つの坂に存在する四十八のカーブを、色は四十八音に例えており、個々のカーブには音に対応する文字盤が立てられている。二つの坂道は、麓の馬返しと山頂の中禅寺湖畔で、それぞれ合流する。馬返しから、中禅寺湖へ、山登り一方通行の第二色派坂には、いから、 根までの20のカーブがあって、中禅寺湖から馬返しへ、山下り一方通行の第一色葉坂には、中から、までの28のカーブがある。第二色葉坂の途中には、休憩所を兼ねた、駐車場が、黒上平と、明智平2カ所にある。明智平には、明智平ロープウェイの駅舎があり、ロープウェイ終点の明智平展望台からは、 ケゴンタキア中禅寺湖が一望できる。1954年から1984年までの間は有料道路として強用されていたが、現在は無料開放されており、48箇所のカーブ道として、旧建設省と道の日実行委員会により制定された日本の道100選に選ばれている。急な勾配とカーブが続き、沿線は、 春の新緑と秋の紅葉が美しいところで有名である。そのため、春秋の観光シーズン中はかなり混雑する。沿線には野生のニホンザルが姿を現すが、餌付けをする観光客が後を絶たず、付近一帯で土産物等が奪われたりするなどの被害が続出している。このため、日光市では全国発となる餌付け禁止条例が施行されている。 南大山とその裾野にある第一色は坂を南南東から望む。拡大第二色は坂日光道路通行券奈良時代の782年に、衝動商人らにより南大山が解散され、古くから山岳信仰の聖地であった。色は坂はその頃に開拓されたのが起源とされる。明治時代初期まで南泰山は女人近世。 牛馬金星となっていた。その名残は、ふもとに、馬返しの地名として、そして第一色羽坂の途中に、女性が、南大山を拝んだ、女人道として残っている。明治から昭和時代初期にかけて、各国の大使館が、中禅寺湖畔に秘書地として、別荘を相次いで建設することになる。大正時代になると、人の往来が激しくなったため、 中禅寺湖畔までの道路が整備され、今の第一色は坂の元となった道ができた。自動車が色は坂を通ることができるようになったのは、昭和初期からであるが、まだこの当時は砂利道で、道路の福音はわずか3から4メートルのすれ違いが、困難な境外道路であった。太平洋戦争が終わり、復興の兆しが見え始めた頃の1952年になって、 栃木県によって日光と奥日光を結ぶ幹線道路として本格的な道路改良整備が始められた。いろは座各間である延長 6.5km の道路改良事業には莫大な資金が注ぎ込まれることとなり、1954年10月に日本で2番目の有料道路が誕生し、馬返しから中禅寺湖畔まで20分ほどで結ばれるようになった。 色葉坂の供養開始によって多くの観光客が奥日光を訪れるようになったが自動車交通量や観光客数は増加し続け紅葉シーズンを中心に慢性的な交通渋滞が発生するようになったこの状況を受けて第二色葉坂の建設が日本道路公団によって進められ1965年にそれまでの色葉坂を第一色葉坂と称して 山登りと山下りが完全分離された一方通行の道路として完成1984年に無料開放された。第二色は坂は山登り専用であるが、以前はこの内訳地平中禅寺故半間は上下に車線の対面通行となっていて、これが渋滞の原因の一つと考えられたことから2018年の社会実験を経て、 2019年10月1日以降、明智平ロープウェイ駐車場から二人橋前、交差点手前の指導交差部までの区間を、中禅寺湖半方面への一方通行として、片側に車線か、完全に山登り専用となった。これに伴い、中禅寺湖方面から明智平へ、直接向かうことはできなくなり、第一路端坂を下ってから登り直す必要が、生じた。 ありがとうございます。